こんにちは、吉本プラモデル部のゆうたです。今日は、はい、こちらのプラモデル、フィギュアライズスタンダードのウルトラマントリガーマルチタイプを作っていきたいと思います。それでは最後までご覧ください。どうぞ。はい、ということで、フィギュアライズスタンダードのウルトラマントリガーを作っていきたいと思います。待ちに待ったウルトラマンのプラモデルなので、かなり楽しみです。うわ、ウルトラマントリガーになる感じがする。あ、組み立て楽しそう。胸のパーツもすごいですね。トリガーはウルトラマンの中でも胸のパーツとかディティールが結構細かいので、プラモデルだと難しいんじゃないかなって思うんです。しっかり再現されてそう。じゃあ作っていきたいと思います。はい、今頭のパーツを作ってるんですけど、これって多分後頭部だと思うんですよね。なんかウルトラマンのプラモっていうのが初めてだからだいぶワクワクします。はい、ウルトラマンの目のパーツ、徐々にトリガーになってきます。はい、顔が完成しました。ドン。うわ、かっこいい。トリガーだ。ウルトラマントリガーだ。全部パーツを組み合わせただけで完全に色分けされてる。トリガーの頭が組み上がりました。はい、胴体の途中ですけど、めちゃくちゃかっこいいです。どんどんウルトラマントリガーになっていく。やばい、このプラも楽しい。はい、この胸のプロテクターのところも金のね、一連一連別パーツになってます。で、いよいよこのカラータイマーをつけていきたいと思います。カラータイマーできた。めちゃめちゃかっこいい。本当にどんどんトリガーになっていきますね。はい、胴体が完成しました。このスーツのライン一個一個が別パーツになっています。で、この滑らかさ、ゲート跡も出ず完璧に胴体が組み上がるっていう。うわー、素晴らしい。腕もライン一つ一つパーツ分割されていて、とてもかっこよく再現されてます。はい、足のパーツと腰のパーツができましたので、全部トリガーを組み立てていきたいと思います。この足も色分けのこのパーツ分割がきちんとされてて、かつすごい滑らかなウルトラマンらしい足が最高です。いや、かっこいい。やば、何このプラモ。やば、ウルトラマントリガー。これ素組みなので塗装は一切してないんですけど、でパーツのこのポロリとかがないように接着剤でつどつど止めてはいたんですけど、1時間ぐらいで組むことができて、このクオリティすごい。すごいよ。いやー、これは大正解ですね。プラモで発売されて、トリガーダークのアーツもありますけど、普通に貼るぐらいかっこいい。いやー、楽しかった。はい、本体はとりあえず完成しました。はい、続いて武器のサークルアームズを作っていってます。
もうハンドパーツがついてる状態に組み上がっていく感じかな。いや本当にかっこいい。マルチタイプ、すごいですよね。ここ一個一個全部パーツ分割、色分けされてるね。スーツのこのラインもシルバーと紫と赤も全部パーツ分割、すごい。組み合わせてはい、ということでサークルアームズが完成しました。かっけー。いやマジでかっこいい。で次は、はい、ゼペリオン光線を切ってきます。はい、ということでゼペリオン光線も完成です。はい、ちょっとポーズが僕下手ですが、こんな感じに完成しました。はい、ということでフィギュアライズスタンダードの、ウルトラマントリガーマルチタイプのプラモデルでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ちょい